味の L サイズを飲んであ <laughs> あとでもまだ飲んでないけどアルグレイミルクティーのタピオカの M サイズがまだある <laughs> もう怖い飲む予定だよ もうお腹がタプタプだよ今日はねラーメンを食べたん食べたんですけどゆうが大好きなラーメン屋さんだったのねそれで まあ普通に並盛りを食べるた並盛りを頼んでいやユう大盛りが良かったんだけど大盛りが良かったんだけどさいやさすがにアイドルになって小食になってるかなって思って大盛り頼んで食べれなかったら嫌だなってなって。 私なりに考えて並盛りにしたんですけど足りなかった全然大盛りにすればよかったああっ <laughs> 大盛り大盛りだったよね絶対。 <laughs> それであ,あまだお腹に余裕があるな大盛りにすればよかったなっていう後悔の頭でタピオカっていうか頼みに行っちゃったもんだから飲み物33個も頼んじゃったの。それで それでこんないっぱいタピオカを飲んでるんですそういうこと私って食べちゃうんですよね全然足りないだよ。 皆さんより食べれるのかな私 <laughs> 今度から悩んだら大盛りですねそうですね大盛り頼んで食べきれなかったらパパにあげるっていう最終手段を持っているので。 そ私が大好きなラーメン屋さんにいた時は大盛りを頼もうと思います学んだぞあれ告白されちゃった付き合おうだってあら浮気したら怒りますよいいんですね私でいいんですね浮気したらうわー <laughs> って言うからね 1個とラーーメン1杯は同じカロリーらしいおーじゃあ私ラーメン3杯食べたぐらい水泳やってた頃はもっと食べましたね今よりも食べてるあと水泳やってた時のハマりはハマってたのは飴をガリガリ食べること飴を。 ガリ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 ,ガリ,ガリっていう食べ方飴 <laughs> 梅の味は好きだなだから私水泳やめたぐらいが一番ふあ水泳やってた時はそのカロリーを消費できてたんだけどやめたらもうブクブクと。 あと近況報告あのね接骨院に行ったんですよ肩が痛くてまたおばあちゃんみたいなここに針針のシール貼 <coughs> ってもらってもうねひどいんだよ肩こりが肩と首こりが。 なんか神経でつながってるから頭痛してきちゃって凝りすぎていや頭痛はやばいってなって接骨院に行った「グリ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 あリあ痛い」って言ってた。 あのここ5日間くらいはもう本当に首から背中腰あたりが痛かったのね何もしなくてもだからもうあこれは行った方がいいと思って姿勢よろしくないです全然猫背ですす全然猫背こんばんは。 悩んでるんだね肩こりにヘルニアかヘルニア U もちょっと前兆があるからね 気をつけないといけないよね、うん、私もう接骨院の院内をうわー痛いって言ってます 忘れない忘れないうちに明日公園に来てくださる方とにかく左右のバランスが大事分かる。 いつも右で荷物持てるからママに左手で持つようにしなって言われたあ覚えてんのもうカニラーメンのとカニ <laughs> カニラーメン明日から うわー頑張ってカニラーメンカニラーメンカニっていう人はお昼公演行くよーっていう人ラーメンの人は夜公演行くよーって人なんです。 みなさんがいい席になりますようにあうん。おおかにラーメンいっぱいだね。楽しもうね心配だけど。 心配なのはえー、と体力です <laughs> そう2公演ある時は心配とりあえずもう。 もう私はスカヒラまでがもう勝負な勝負なんだよそうだよね今日のタピオカの分を消費し消費しつつ栄養ドリンクね私あんまり飲まないんだよね 栄養ドリンクって例えばさえ栄養ドリンクってむずいえエナジードリンクと栄養ドリンクって一緒あのちょっとたまに高麗人参とかの味するようなやつはあれは栄養ドリンクあーやっぱりちょっと。 あの有名なリンのリンのエナジードリンクは好きだよ。高麗人参入ってないから。 でもあんままり飲まないっ C のやつ C のやつ C のやつ好き結局 <laughs> で1本3000円くらいのやつすごい効きます1本3000円 来そうだねなんかこんばんは今日はサッカー帰りなんで寝ますねおやすみ翼を授けられるやつは飲んだことない陽明酒ってどんな味がするんですか飲んだことない私漢方があんまり得意じゃないから陽明酒ってどんな味 超辛いうわじゃんちょっとダメかもちょっとダメかも辛いのはこんばんは漢方嫌いならダメかもね漢方得意な人っているのいや絶対もうなんか漢方口に入れただけで こうってなるんだけど本当に息止めない止めてオブラートに包んで飲まないと無理だ餃子高麗人参の匂いする高麗高麗人参じんダメだろ カレーのスパイスみたいなもの全然違うんだけどえみんなどういうこと漢方好き衝撃ちょっとな何がいいのかもうあのプレゼンしてほしいわ絶対無理。 聞きそうって感じの味だからこっと聞きそうっていう味じゃないじゃんもう本当に受け付けないんだけど <laughs> 癖になる、えー、<laughs> なんか想像してたら 嫌になってきた口 <laughs> 舌が子供なんだなそう思うじゃんだからさ あの舌っていうかすかあれオブラートに包んで,で飲まなきゃいけなかった時があったからあのしょうがないオブラートに包んで飲もうって思うけど量も多いし匂いも強いしえって カプセルに入れれて飲むとかそれはありでもなカプセル何個分すごい量だったんだけど私が飲んだ時の漢方ポキちゃんシナモンもダメあんまり好きじゃないかもえでもそこまでいや嫌いじゃないですよこんばんは食の好み大人そうああ大人そうじゃない大人だと <laughs> そうそう食の好みはね だってさイカの塩辛とさ漢方は比べちゃダメだと思うよイカの塩辛とウニとかそれは美味しいでしょいやなんかありがとうじゃあドクターペッパーも苦手とかさいろいろシナモンあ 留学さんもダメだとかありがとう私がちょっと上ってなる前に皆さんに教えてもらうチャイとか飲まない飲んだことはあるけどそんな普段からは飲まないこんばんは。 カンプはでもイカの綿の方が好きそうだよあとカニ味噌とか渋いやつ生やつ箸とかも苦手だったりするのかなえあれ美味しくないですか私和菓子好きなんですよ ゴーヤとかフキノトウは苦いうわめっちゃタピオカが消化されてる。 シナモンはだいいぶ漢方に近いよねじゃあ私最近かんシナモンのなめ,なめてないじゃない <laughs> 食べてないわ桜餅え桜餅は好きですよ和菓子ですからなんならあの葉っぱの部分が好きですよ 苦味を感じるとダメそうなの。そうなんだよ。こうきちゃん、きのこ苦い。きのこは、えー、っとしめじだけ、しめじだけは苦いって思う。きのとうの、でもね、あれは得意ですよ。なんだっけ。たらのめ。たらのめの天ぷらは美味しいよねー。 それに抹茶塩とかわさび塩とかつけて食べるナイスそれは大好き愛してますよタラのメの天ぷらはピーマンもダメ春菊もダメ シナモン好きになろうえシナモンえあそういうことんシナモンってそういうことえ食べ物の方しめじ苦いよえ皆さんしめじって食べたことあるちょっと言わせてもらいますけどしめじの苦みがわからない人はちょっと味覚が。 なんていうの。鈍いんじゃないの。<laughs> 苦いじゃん、しめじ。<laughs> え。<laughs> え。 なんで人によって違うんだねやっぱり。<laughs> シメジ癖あるかにかってだよねだよねだよねえなあじゃあああああ。 内容が多数派すぎて私がもやられるじゃないですか言わないでも苦くないってもう分かった分かった <laughs> <ねえ> <laughs> ひどいなしめじに酷いけど しめじ一番珍。違うし、なめこだし、あ、椎茸だ,だし。松茸は食べれる。うん。食べれる。新潟のしめじは。 苦いいやでも新潟の人が苦くないって言ってるあそうパスタにね菜の花がのっていうボンゴレビアンコが大好きなんですけどお店でボンゴレビアンコを食べた時に旬の野菜が上に乗ってるみたいなののね パスタだだったんだけどね菜の花がのっててねそれですっごい苦くてねそれから自分の名前に「菜」が入ってんのに菜の花食べれないのその時もねボンゴレ好きすぎてね大盛りにしたんだけど結局菜の花ってちょんちょんって食べれる人にあげた。 苦味がいいんですかあじゃあ皆さんがあの菜の花食べる時はポキのことを思い出しながら食べてくださいね。 割と好き嫌いあるんんかねそんなに好き嫌いあると思ってなかったんで自分で「あなんか結構何でも食べれます」って言ってたんですけどなんか皆さんが「これは食べれるあれは食べれる」って質問してきて「あそれ食べれない」あ「あそれちょっと苦手です」っていろいろ出てきちゃって好き嫌いが激しい人になってしまった。 だってさ嫌いな食べ物の欄に「ピーマン」「しめじぐらいしか書いてないんですよでもなんかいろいろ食べれないものでピーマンとかしめじの方がまだ食べれるもん春菊とかゴーヤとかよりは。 そう苦いのがダメあとガリ生姜がダメ生姜生姜をそのまま食べれる食べれない今色違いだったら大丈夫紅生姜ガリこれはダメですジンジャーエールも飲まない でも生姜焼きとかレバーの生姜煮とかは食べれちゃう,そ,うそのものを食べるのがダメだから生姜食べてますっていうのがダメなんですよね あ理解できあ,ありがとうございます <laughs> ちょっと似てるかもね好みが今日も配信見えて「売れピーマン」<laughs>「ピーマン苦手だって言ってんのにそういうことを言ってくるんですね」なんかレバーの生姜には私が大好きなのレバーにレバーを。 なんか甘いタレで絡めてるそれを生姜と一緒になんかなんか似てるやつ <laughs> 最近セブンイレブンにも出たよ新商品ってなってた生姜醤油ラーメン私 新潟に住んでるけどあんま生姜醤油ラーメン食べたことないね <laughs> チーズ苦手だけどピザは好きええチーズ苦手なんだね チーズ大好きだよ最近はモッツァレラが好きなんだけどぶあ皆さんメール届いた <laughs> ブラータチーズっていうのにハマっててあとはゴルゴンゾーラが大好物ゴルゴンゾーラもやっぱり好き嫌い分かれるよね <laughs> 新商品には目がないああでも新商品って書いてあってわこれなんか食べてみたいって思ったらすぐ買っちゃうよねモッツァレラチーズゲーム知ってる知ってるよモッツァレラチーズモッツァレラチーズモッツァレラチーズ モッツァレラチーズ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 ってやつでしょ <laughs> もしかして <laughs> カロリー高いもの <laughs> ああ好きです好きです。好きです グルゴンゾーラーめっちゃ美味しいよポの好きなパスタはパパが作ったモッツァレラとトマトのパスタなんだそばゲーどんどん 音量声量だから皆さんやる優雅だからモッツァレラチーズって言ったらこのモッツァレラチーズよりも大きい声でモッツァレラチーズって言わなきゃいけないんです <laughs> 楽しいよね一人でやるゲームゲームで。

そんなんでもできるえ絶対に勝てるよ私皆さんとモッツァレラチーズやったらママ,のりょママも料理するよ昔はできなかったらしいけど今はできるんだよねやっぱり日常でこう日頃の 料理ってやるとできるようになるんだねママの好きなママが作る料理で好きなのはチキン南蛮あとね 湯が沢2わん食べたいって言ったら沢2わん作ってくれたりする湯 <laughs> ママがた作る料理で好きなのあったあったのにうん。 <laughs> あ塩唐揚げも好きです。 パパが料理する家庭って素敵パパでもねパスタとチャーハンとたまにねなんか気が向いたらピザ作ってるこれ3三個あと何かあったっけたけのこのお味噌汁とかも作ってるよいかにか揚げ物作らない チナンバ蛮って揚げ物だよあスープカレーも好きだよママ見てるでしょスープカレーも好きだよゆうはなんならちょっと普通のカレーより好きだったりするね ああね、パパがねピザの生地のやつを作ってね「おい!」って呼ばれて <laughs> ユウがトッピングしたりするの。んルル、ね、<laughs> パパピザ生地作ってるよユウはトッピング係うん。<笑><笑> くるくん回してないあれはしてないって頑張って伸ばしてる丸丸く <laughs> 回さないだよ <laughs> でもね綺麗にいかないんだよお皿のでも今度学んだんだけどお皿の上でこう丸いお皿にこうか 形合わせて丸い生地にすしたしてそれでその上でトッピングとかするんだけどその生地今度動かせなくなるの。焼くさオーブンのトレーにのせるところまでで崩れる形が。 今載せます乗せるんだけど焼き上がったやつを他の切れ端のところに切れ端違うこう何等分かにするじゃん自分のやつを他の人のところに置く <laughs> プレーの上でやるのかと思ってたそうそれが一番いい方法だと思うパパと妹はねピーマン好きなんだよねでもママがねありがたいことにピーマンも好きじゃないので ピーマン料理はまでないけどーピーマンうピーマンうちおママがピーマン好きじゃなくてよかったでーバランス取れてるそうなの。 だから多分優ナとママはめっちゃ味覚似ててパパと妹が多分似てるね多分ね肉詰め出てこないねチンジャオロスも出てこないよねだからねウニウニとかカニ味噌とかもママは好きだけどパパはあんま好きじゃないもんパパと妹は好きじゃない。 よく覚えてるね、ま、つ毛がお母さんに今日はあげてないけどビューラーとかしてないけどさパプリカは大丈夫あとなんだ お肉赤身の方が好きとかそれはママに似てるしそういう感じカニはね家族全員が好きだしあとカズチーも家族全員好きですさん人とも新潟の方ですよ パピー新潟マミー新潟ユう新潟そうカニはそうでも味噌とかになるとこっちにこっちが食べるカズチ、四人とも好きなカズチしか思い浮かばなかった今。 ラーメンの好みいやでもユウなそんなにラーメンここはこのラーメンはあんまりだなとかはあんまりない大体おい,い美味しいってなっちゃうんだけどパパはなんか最近豚骨食べたいって言ってるけど今日は全然あっさり醤油に行きましたユウが食べたいって言ったユウが「どこどこ行きたい」って言って。 きましたカニ食べるときってカニ買ってきてお家で食べるこの間は <laughs> ふるさと納税でもらったカニしゃぶをしました <laughs> あとはゆうがカニ大好きだからおばあちゃんが買ってきてくれたりとかして お家ですね大体ああまだお腹かなかかもうやだ最初はおなか鳴るの恥ずかしいからさ騙そうと思ったんだけどさもうどうしようもないので隠さないでいきたいと思いますおなか鳴りました今ことぶき好きになったあうれしいおいしいでしょ 昨日のディナーがシオツすぎてあ、そうなんですよちょっとパパがパパと一緒だったラーメンとか焼肉なのでそうなんですねあ、聞こえたとか言わあー 私はお腹が鳴りやすい体質なのです。そうお腹と肩が鳴りやすいんですよね。どどこかしらから音が鳴ってる体のこんばんはえ。 なんかアバターが <laughs> アバターが <laughs> 違う<って>。<laughs> それどうしたのすごくないえこのさこんばんはの方のさアバターさなんか <laughs> やだいいと思うすごい春の 春のさ配信でさ壇上全員粉のバターだったらすっごい気持ちいいだろうなすごすぎるこれあとスイスイかスイスイのところも変える人参のポタージュは得意料理 <laughs> あちょっと待って待って玉ねぎが好きなんですけど私玉ねぎのポタージュが大好きなんですけど できますか <laughs> お願いしていいいですか <laughs> いいのは量的には足りなかったんじゃないあれ全部じゃないあれ前菜 <laughs> 前菜しかとらなかった前菜とデザートしか取らなかったあとパスタとピザを食べました。 できます。ええー、玉ねぎのポータージュなのみたい。星投げるとちゃんと飛ぶのか。あ、そうなねよよよ帰る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 。帰る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  <laughs> あれ全才です。<laughs> ポタージュ、いいですね。でも,も、圧倒的に。玉ねぎが好き。あれで、全部なわけないじゃないですか。私、絶対足りないじゃないですか。オニオンスープじゃないの。ポタージュなの。なんか、ちょっと。 ターージュブレンダと大体できますえ炒めないとさ辛いから炒めるよねやっぱり絶対に玉ねぎをじゃあちょっとさレシピを教えてくれるメモもしたいんだけどだからコーンポタージュは自動販売機で買いますよねって自動販売機は。 ボタジュなんですがこういうああいうなんかおしゃれなシャレオツなお店とか行ったら玉ねぎ大 <laughs> 食いの子って結構細い子よねだよね私はちょっとその分類には入らないんですけどそうなんだよだって雪がめ,めっちゃさ 結構食べるけどさあんな細いじゃんそういう感じだよね私は食べた分だけ太ります玉ねぎをコンソメで煮込んでブレンダーでペースト状にして生クリームと牛乳でダーします <laughs> 生クリームないうちに今。 <laughs> できないじゃん今もう今週は諦めようなるほどなるほどありがとうございます玉ねぎをコンソメで煮込むんですね <laughs> どうします <laughs> 明日た喜んへありがとうございます 楽しみましょうね。どうします。生クリームがない。牛乳で代用できませんかね。牛乳だけではできないらしい。 ちょっとだけさ小麦粉とか入れたらいいいんじゃないかちょっとだけ小麦粉をと入れてちょっとバターをトゥと入れたらできるのではとろみがつくのではないかな手ぶらで公園に行きたいあいいよ <laughs> 全然そんなカニは強制じゃないからつけたいとだけ ホワイトソースホワイトソース作ろうと違う小麦粉 <laughs> 牛乳だとダーできないんじゃない <laughs> ダーするための生クリームなのかあそうなんだ <laughs> ダーが大事あなるほど「ヤー」じゃダメらしいダーらしい。 あ勝手にレシピを変えるなんかできるかなと思ってちょっととろっとする <laughs> じゃがいもすりおろすととろみつくよわかるわかるわかるでもじゃがいものポタージュになってまうがな <laughs> 玉ねぎのポタージュが飲みたいんだあれし 味はしないのかな玉ねぎすりおろしたの入れても牛乳牛乳だけだと若干薄いけどありああたくいくはあるよ <laughs> バターで重たくあーそっかそっか,なんかそんなそんな感じでできそうだよね <笑><笑>あーなんか玉ねぎのポタージュのレシピが聞けちゃったよ。ということで読みたいいと思ます壇上読みたいと思います。ということで。 13位、ケンジです。さん、ありがとうございます。12位、ウィル六番さん、ありがとうございます。11位、新潟カズさん、ありがとうございます。10位、片山さん、ありがとうございます。9位、アベベさん、ありがとうございます。8位、広市さん、ありがとうござい。13位、新潟カズさん、ありがとうございます。12位、アベベさん、ありがとうございます。11位、ウィル6番さん、ありがとうございます。 10位、広市さん、ありがとうございます。九位、突破球さん、ありがとうございます。八位、音速の気候子さん、ありがとうございます。八位、ミミレイパパさん、ありがとうございます。六位、片山さん、ありがとうございます。五位、まささとうさん、ありがとうございます。四位、マコイモさん、ありがとうございます。三位、ケンジですさん、ありがとうございます。二位、トシさん、ありがとうございます。一位、はやとさん、ありがとうございます。 明日も頑張ろうのところがダーになります。はい、オッケーです。いきます、いきます。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。今日は一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう <laughs> ああよし明日いい席になるといいなお休みごきげんよう <laughs> バイバイ。